んにちは、リーダーの身だしなみのラジオ始まりました。この番組ではですね、身だしなみを通してあなたのビジネスの成功を演出する会社オーダーメイドスーツのマージンがお送りしております。この番組では様々な業界からゲストをお呼びして、知られざる業界話やそこに行き着いた経緯やビジネスのノウハウなどをゲストから伺います。私の、この番組はですね、主に関東で収録しておりますので、東京のファッショントレンドなども発信していきたいと思います。パーソナリティは私、ビジネスコーディネーター、マージのビジネスコーディネーター小川文子がお送りいたします。まずこの番組、1月からスタートしているんですけれども、何の新年のご挨拶もなく、新番組のご挨拶も一切なく、ぬるっと始まってしまったんですけれども、今日ですね、ラジオゲストの方に来ていただいてるんですけれども、ちょっと前に収録しまして、その収録のデータがちょっと時間がお互いなかったもので、少し短い時間になってしまったので、せっかくだったらここでちょっと第3回目のラジオになるのかな、このタイミングにして番組の紹介と、始まりましたっていうことのご案内を入れたいなと思っております。その後にですね、ゲストとのお話を、挟みますので、ぜひ、聞いてください。でまずこの番組ですね、私オーダーメイドスーツを作ってる会社の、コーディネーターとしているんですけれども、始めたんですけれども、この春にちょうど独立しまして、約半年経って、今1月ですね、6月の20日に独立をして、今半年経って1月になったんですけれども、それまでもずっと大手の、テーラーというかオーダーメイドスーツの会社で5年ほど修行しておりまして、でまあご縁があってちょっと独立をさせてもらったんですけれども、そういう中で沖縄でなんでラジオをやってるのかっていうことなんですけれども、ビジネス天国っていう番組の新里さんとつながることができて、で瓦職人のラジオ、ヒーローにインタビューでラジオのパーソナリティの西島さんとも実は同級生でして、そういうご縁があってラジオさせてもらってるんですけれども、すごくこう面白い企画だなっていう風に感じて、自分ができることだったり発信できる情報を発信していくプラットフォームとして、こうラジオっていうのはすごく面白い場所で、やってみたいなっていう気持ちになって始めてみたんですけれども、ちょっとね、最初のラジオからなかなかグダグダしちゃってるかもしれないんですけれども、そんなのも許してもらいながら、だんだんこう聞きなじみのいいラジオというか、いい番組にしていけたらなって自分も思っております。何ですかね、この番組では、基本的にはお客さんの、僕からスーツを買っていただいてるお客さんなんかを中心に話を伺っているんですけれども、やっぱこう洋服を身だしなみを整えるっていうことを自分の会社のモットーにしている、身だしなみが人生を作るっていうキラーワードとして使ってるんですけれども、そういうふうに洋服着ることですごく自分に自信がつくだったり、お客さんから見られる姿っていうのをすごく綺麗にしていくことで、人間中身は変えられなくても見た目は簡単に変えられるっていうことで、見た目を変えていくことを仕事にしておりまして、そういう自分がこうからスーツを作ってくれるお客さん中心にゲストに呼んでおりまして、すごく面白い話を聞いていこうという、でその中でもファッショントレンドじゃないですけれども、洋服を着たことでどういうことが起きたかとか、洋服を着たことって裸だったわけじゃないですけど、スーツを着ることでどういうことが起きたか、でそれをしかもこうかっこいいスーツでコーディネートまで全部整えてもらったものを着ると、相手から反応っていうのがどういうふうに変わってきたのかっていう、そういうね話なんかが一番こう聞いてて自分も面白いですし、発見になりますし、お客さんとしては自分からスーツを買ってよかったなって思えることだと思うので、本当に、ね、1着10万とか20万するスーツを自分は扱っているんですけれども、その1着で1000万のお仕事を取れたりとか、それだけでね、すごくスーツってもはやこうファッションというより何なんだろう、ビジネスツールとして使えるんじゃないかなっていうことも話を伺ってるとすごく感じましたね。
でですね、今日の収録は今日話してるのが1月超えてからなんで2019年になるんですけども、収録したのは2018年の12月の末頃なので、ですね、そういう番組は収録しておりますので、その収録してるゲストの方はJコピーセンター、まあ、東京駅の近くにある会社の方でして、代表の方で、自分からスーツをずっと作ってもらっているお客様で、だんだんこうスーツだけじゃなくてジャケットパンツって着こなしだったり、チーフを入れたりネクタイを締めるネクタイの柄をこう自分が選んだり、だんだんこうスーツを選ぶことが楽しくなってきてるようなお客様で、代表になられてから、本社での会議だったり、大きいところに行くときにはこう、モチベーションを上げるための一つの材料としてスーツをご利用いただいているという話を聞いております。でね、どういう仕事をやっている方なのかとか、身だしなみについてなんかをちょっと伺ってきたので、これから音声切り替えると思うんですけれども、聞いてください。それではどうぞ。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。美味しいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。毎週日曜には沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。今日はJコピーセンターの鈴木代表にお話を伺います。よろしくお願いします。こういう感じになっちゃうと緊張すると思うんですけどもまずJコピーセンターってどういうお仕事をしている会社なんですか？もともと3年半前ぐらいにこの会社に来たんですけど、はい、そこまではコピー業界という複写印刷の業界ですね、はい、でそこから、いろんなお客様のご要望ごとをお答えしていく中で、はい、だいぶ商品が広がってきて、ウェアプリントっていうその布地にプリントするものとか。最初は広がる前はどういう事業だったんですか？印刷団体なんで、お客さんの報告書作ったり。自社でプリントを、そういうのって会社で自分たちでプリントするものすごい量があるから。そうですね、アウトソーシングしないと量的にこなせない仕事をもらってたという。っていうと、かなり大きい会社ばっかり。本当に言えば、だからその3年半前は下請けさんですよね、はい、印刷会社さんの下請けをしたり孫請けをしたり、そういう形で一般の企業さんの仕事ってあまりなかったんですけど、はい、せっかくね、ここやることがあったんで、一般のお客さんとかから仕事をもらいたいなと思って、ずっとそれはやっとそういうお客さんがだいぶ増えてきて、ただそこの中でお客さんが思っているようなことが結構多品種なんで、はい、それに応えるように、設備だったり資金だったりいろんなことを考えて、商品が広がってきている感じです。やることが、例えば本当に僕も思うんですけど、ちっちゃいところだったり、僕みたいな個人のから受けたりすると、一人のお客さんに結構時間取られるってことが大きいんじゃないですか。でも何でもやみたいな。効率よくやるから、聞いたことをそのままやるんだと安い値段でやることになっちゃう、はい、お客さんの要望ごとにお答えすると、それの対価をもらえる。ただお客さんに満足してもらえないとね、その方がもらえないので、
そうですよね。だから下請けさんからの脱却に関してはお客さんの要望を聞いて、それにどういうふうに提案をしたり、どういうものを作っていったらいいですよってアドバイスをして、それで商品にしていくということを考えながら、お客さんを広げていますね。じゃあそのやっぱ安請け合いをしないって感じで、安請け合いをしない、多品種が決められた仕事だと値段が決まってるんで、決められた仕事じゃなく、はい、一緒に仕事を作る、一緒に商品化していく、はい、ああそうですね。もう、まあ、僕もオーダーメイドスーツの仕事ですけど、うん、近いようなところがありますよね、うん、僕のあのこの名刺も作っていただいたものなんですけど、まあ、知ってる印刷会社ってジューコピーさんしかいないので、ずっとこうスーツも買っていただいてるお客様なんで、なんか僕なんかこう一人が受けてもらえる会社っていうのはなんか、ね、あんまり多いのか多いのか少ないのかわからないですけど、どういう仕事が増えてきたんですか。さっき言ったあのウェアプリントだったりですね、まあ一般のお客さんの仕事が増えてるので、はい、お客さんの同じ印刷物でも要望事が結構増えてきて、その印刷物を作るのに例えば使い方とか、いろんなところですね、使い方それから、コンセプト、そんなのを全部聞いて、まあ、どんなものを作りましょうかっていうのを一緒に作っていく形ですね。今ちょっとうちでもかけてるんですけど、ディレクター的なディレクションができる人が足らない、営業、各営業がそこまでできるかってできないんで、そういうディレクションができるような人を営業に同行させていけたらいいなと思ってます。ディレクションができる人ってなるともうすごいですよね。そのスキルがある人って、営業の要はコンサルみたいなことが、営業っていうか商品化のコンサル、商品化のコンサルですよね。だから名刺とかで言ったらこういう文言の作った方がいいですよまでこう言ってくれたりする、もうレイアウトを含めてね、ウェアプリントだったらちょっといいんじゃないですか、まで、こう。デザインは、まあ、ある程度ね、お客さんから要望事があったのになっちゃうんですけど、さっき言った使い方とか、流れとか、そういうのを見ながら、まあ、どういうのにレイアウトしたらいいのっていうことを考えてくれるような人が欲しいですね。で、今一人、その営業で、そういうデザインができる営業マンがいますけど、そうですね。でももっとね、それは全員できるかって言ったらできないんで、で竹下営業なんで他の人に同行してもらうのは限界があるんで、でも本当ディレクションができる人が一人いると会社の仕事の幅も広がるし、そうですね、なんか他社との差別化ってすごくできますよね。3年半前はそのじゃあ下請けの、3年半前はサラリーマンだ、そうですね、経営者になる前の、経営者になる前も情報機器を使った印刷業界、情報機器の販売が7割というそういう機械を使ってドキュメントって言い方しますけど、印刷もドキュメント、CD もドキュメント、USB スティックもドキュメント、ドキュメントを作る会社。はいはいはい。まあ、全然違う。で、そこでね、最初入った頃、お客様中心の仕事だったんですよ。はい。お客様を見て、お客様のためにどんなものを作っていこうかって考えていく商品、営業だったんですね。3年半前の仕事、そう、3年半前は、はい、入社とした当時は3年半前の会社、はい、でそれがだんだんお客様が見えなくなってしまって、売上主義、とにかく営業は売上、数字を上げる、でも数字を上げてくれるっていうのはお客さんから仕事をもらってるのが前提なんで、お客さんのためにどんなことをしたら数字がついてくるかっていうことを考えなくなってきた、売ればいい、そうですね、数字上げればいい、だんだんこう上の人が変わっていって、
まあ、世代が変わっていって、で、まあ、元々半分以上は機械の販売だった、はい、機械の販売って、まあ、与えられた売り方もあって、はい、こういう売り方をしなさいとか、この価格で売りなさいとか、はい、結構もうただ売るだけ、うん、でサービスもいるから、まあ、サービスは別部門なんで、まあ、サービスはサービスで営業する。サービスの営業ってどういう仕事なの？保守メンテナンス。例えばコピー機だったら、あの保守をしたり、詰まったらそのメンテナンスしたり、まあ、壊れたら修理したりっていうのが、それが、まあ、あの次のステップの売り上げ構成。売ったら、まあ、売りっぱなしじゃないけど、ただ売る方としては、あの商品をこういう風な売り方をしなさいってメーカー主導で売っていく、はい、だからそういう営業が増えてきちゃう。そうするとお客さんは見えない、お客さんのために何かをやりたいって思わなくなってきちゃって、うん、まあ、悪いからするとお金にしかなってね。そう、うん、上からの質問もそんな質問しか来なくなって、どういう質問が来るんですか？あと売上いくら、あと売上いくらっていう聞き方じゃなくて、このお客さんはどうなってるのとか、このお客さんからはどんな仕事もらって、これは進んでるのとか、うーん、一緒に相談乗ってくれるような立場じゃなくなったんですよね、上司が。だんだんで、ね、しまいにはカメラがついてちゃんと営業してるかどうか、どんどんずれていったんですね。安心カメラっていうのを売ったんですよ、はい、それもその商品の一つなんですよね。安心カメラっていうのは、みんなが安心に働けるようにカメラをつけようかっていう、ただ全然安心カメラじゃなくて監視か、うん、ね、それでなんか気持ち悪いよって一回言ったことがある。お前は手しか映ってねえだろって言われて、え、じゃあ手しか映ってないって分かってるってことは、じゃあ見てるのね、じゃあ監視してるのねって、それでだんだん息が詰まって3年半前になりました。この会社自体はずっとあった？この会社はもう3代目なんで、私で3代目なんで、もう創業当時からは結構長いですよ。たださっき言った下請けっていう考え方で仕事してきたので、はい、まあ、一般のお客さんから楽しく仕事したいっていう。それは鈴木さんの代からそういうふうに変え始めた。そうですね、うん、だから前の会社のあれがあるので、そのお客さんを見てないで仕事をして、はい、じゃあ給料誰がくれてるのって、お客さんがお金くれてるんで給料もらえてる、そういう考えがなくなっちゃったんで、お客さんのために何かをして給料をもらえるっていうことを考えてる。お客さんが見えなくなるって、ね、分かりますね、うん、そういう時って立ち戻る時って、もう自分もこういっぱいになると分からなくなってこうなんですけど、お金集めをするような仕事になってきちゃう、うん、立ち戻る時ってこう何かありますか？やっぱお客さんの笑顔とか、お客さんが使っててね、いいものを作りたいじゃないですか。はい、物を納品した時には、はい、あの次行った時にどうでしたかって、それで良かったよって言われたり、ここはちょっと違ったねって言われれば、そこはまた改善しなくていいですし、まあ、それは大川さんと一緒ですよ。そうですね、そうですよね、まあ、ちょこちょこ来て近く寄ったんでだったり、はい、なんかあの大きい仕事もやるようになったって。ああ、そうですね、あのブランド品を、ブランド品って言い方しないか、メーカー品を作りたいなと思って、もうちょっとで商品化されそうなんですよね。そうするとそれを販売してもらうだけで多少なりとも売り上げになるようなものを作っていきたいなと思ってますけどね。まあ、この J コピーさんになってから僕は全然楽しいっていうか、仕事はどうですか？お客さんの見える仕事に、まあ、だんだん大変になってきてやっぱそういうもんですか？まあ、一人でやってるのは全然、うん、お客さん見て仕事してないけど、やっぱりそれみんなをね、
それなりにそっちの方向に向いて仕事をしてもらわなきゃいけないし、そうですよね、製造がいるんで、ね、中の人に気持ちよくいい仕事をしてもらわなきゃいけないし、まあでも楽しいですよね、前よりかはやりたいようにでも人柄の出るんだろうなと思って、経営者の。ただね、一つ思うのはね、サラリーマンの時ってこうやっちゃいけないよとかああやっちゃいけないよって歯止めがあったんですけど、 ある程度任せられていくと本当にこれでいいのかなって自問自答することが合ってるのかなって、そう、合ってるのかなって、だからまあそれで相談できる人をね入れてもらったり、親会社から一人お願いしてみてもらったり、それで本当に合ってるかどうかをいろいろと聞きながら相談しながら、じゃないと本当に合ってんのかなってね悩んじゃいますよね。同じように経営者仲間だったりとか話したりも、まあ しますけど、でもねやっぱり親会社の社長、親会社の重役はまあ相談乗ってくれるけど、でもまあ関連会社だったらどうなんでしょうね、ライバル同士ですからねすごくわかりますね。そんななんか、まあ、自分なんかもこう一人でやってるから自由が利く反面、道が逸れてることにも気づかないっていうルールが全くないところでやってるので、本当にここまででいいのかとか、これ以上やらなきゃいけないなって思ったり、こんなことしちゃっていいのかなと思ったり、ね、ありがとうございます。時間のない中で、こうちょっと自分 あのラジオの話に少し戻りますけど、最後2、3分で、はい、こう身だしなみっていうところに関して、まあ僕のスーツだったりシャツを着てくれているので、何か反響があったりしたことありますか？やっぱり裏地とかも選べるじゃないですか。はい、で結構自分の好みで選べるんで、裏って見えないから自分自身の自己満足なんですけど、そうですよね。ただみんなと一緒に挨拶に行くときとかいうときには、それなりに自分が自信を持っていかなきゃいけない、はい、会社人として、そういうときに助けになってますよ、ね、あ、気持ちが変わる。そうですね、気持ちがね、やっぱり僕自分のブランド、自分の身の丈よりちょっといいものを着てもらう、でそこに自分が追いついていって、またそれよりもうちょっといいものを着て、自分にはちょっともったいないけどっていう気持ちで着てもらうと、それに自分が追いつくっていう、まあ、そういうコンセプトで、まあ、投資として一着を考えると思えば、まあ、でも全然高い買い物じゃないし、なんて人を成長させてくれるもので、こう自分がこう洋服ちょっと気遣い始めると人の洋服だって気になってこないですか、うん、よくねその身の丈って言うけど、だからあれですよね、そういうのがちゃんと着こなせるようなね人になりたいなとか男になりたいなって思う気持ちはありますよね。そうですよね、本当にすごくドレスコードっていうのが世の中にあるように、うん、その洋服を着ればそこに行きたいところに連れてってくれるようなことってあると思いますし、今後ともぜひお付き合いいただければと思います、はい、この後プロフィールなんか僕別撮りで鈴木さんの話させてもらって前後に3分ずつぐらい入れるんで、はい、お時間いただいてありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。横殴りになるって分かってるのに
死ぬまでバタッと倒れたお前にセップンぶちょぶち夜は長いキャラメルキャラメル